ユニグローバル・ユニオンは、スイスのジュネーブ近郊のニオンに本部を構える、労働組合の国際組織である。旧称は、ユニオン・ネットワーク・インターナショナルである。ユニグローバル・ユニオンは、国際コミュニケーション・労連、国際商業事務専門職技術・労連、国際正反印刷・労連、国際芸術、マスコミ、芸能、映画放送・労連が統合して、 2000年1月に設立された。世界150カ国900の労働組合2000万人の技能労働者、サービス労働者で構成されており、国際労働運動を通じてグローバル経済のもたらす課題に対応するため結成された。ユニは4年ごとに開催される世界大会が最高の決議機関であり、基本となる活動方針が決定されるほか、 世界執行委員会をはじめとする役員が選出される。世界大会は第1回が2001年9月にドイツのベルリン、第2回が2005年8月にアメリカのシカゴで開催された。2010年11月にはユニの10周年を記念して日本の長崎で第3回世界大会が長崎県立総合体育館で開催された。2014年には 南アフリカのケープタウンで第4回ユニ世界大会が開催された。また、ユニの組織機構は、地域機構、業種別部会機構と業種を横断する専門委員会の3つの機構が設けられている。ユニ加盟組織は、それぞれの国の所在地による地域組織に所属し、関係する業種の業種別部会に参加する。4つの地域から構成されている。 幅広い産業をカバーするため、12の部会が設けられている。あらゆる部会の問題に取り組むために、3つの専門委員会が設けられている。なお、この他に、広報支援機能として、ユニスコアが設けられている。ユニ日本加盟組織連絡協議会は、日本のユニ加盟組織が、ユニ活動への対応を検討するとともに、意見調整をするための国内協議会であり、 ユニの結成に合わせて2000年1月に発足した。毎年1回、1月から2月頃に年次総会が開催されており、活動計画や役員選出が行われるとともに、運営、活動に関わる事項については、ユニクジェパンに加盟する組織から選出されたメンバーからなる運営委員会で決定されている。日頃からユニ本部とアジア太平洋地域組織と緊密に、 連携した活動が進められている。ユニ日本加盟組織連絡協議会には12組織が加盟している。なお、日本新聞労働組合連合、日本民間放送労働組合連合会、日本プロ野球選手会、日本プロサッカー選手会はユニ世界組織に直接加盟している。ありがとうございます。